エネルギーナビゲーター大畑春美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は4月の29日から5月の6日までのジェネラルリーディングで C のカードを選んだ方へのメッセージです。はい、C のカードはブラックトルマリンですね。ずっと前に一度出たことがあるような気がしますけど、ピュリフィケーションです。浄化ですね。で、まさしく今この2019年は浄化の年って何度も申し上げてますけど、すごいパワフルなサソリ座の満月の後でいろんなものが出てきたのでね、リリースすることすごい大事ですけど、これが出てきた方は本当にもう浄化、インテンスな浄化が大切だと思いますね。なんかまだこう頭で分かってるけど、フォアギブネスもできない、リリースもできないっていう中で、すごく苦しい方は瞑想とかする前に必ずこの浄化の何て言うんですか、儀式ね、リチュアルをなさるといいと思うんですけど、ちょっと前にもお見せしたと思うんですけど、ブラックトマリンの原石ってこんな石なんですね。こうなんか石炭みたいなんですけど、こうテカテカしてますけど、本当に石なんですね。硬いです、本当に。で、私はこれいくつも持ってですね、何をしてるかっていうと、お風呂入るときとかにまずこれを入れます。で、ブラックトルマリンは先ほど紹介したこのアマゾナイトと同じように、もういろんなネガティブなものを全部吸い取ってくれる石なんですね。で、ですから本当にすごくパワフルな浄化の石なので、そんなに高い石ではないですから、こういうものをお持ちになってですね、あとグリッドを作るとかね、いろいろあるんですけど、あとブレスレットを持ってます。これはなんていうんですか、バッフィングした磨いたね、非常に黒い石っていうのは、いずれにしてもプロテクションがあるのでね、いいんですけど、オニキスにしてもオブツディアンとかいろいろありますけど、ブラックトルマリンは本当にね、万能で、なんていうのかな、本当にね、好きですね。グラウンディングしてくれた上で清めてくれるし、しょっちゅう浄化はした方がいいですけど、で、あとはね、これなんか典型ですけど、こういうクォーツの中にこういう黒いね、ブラックトルマリンがこう入ってる。まあ、これなんかはあれですよね。リトラクォーツですよね。なんていうんですか、ハリ水晶っていうんですか、ルチルクォーツですよね。で、ルチルクォーツは私はとてもやっぱり好きなんですけど、これの一種で、こう、黒い、トルマリンが入ってるのがあります。で、これなんかもものすごく、グラウンディングして、ピューリフィケーションしてくれるので、やっぱ今日はなんか仕事で、しっかりとこれを やり遂げたいなと思うときに、なかなかこう、疲れちゃうだけじゃなくて、こう、気分がフォーカスできないななんていうときに、私はトラマリンをよく使います。これはね、いろんな石が入ってるんですね。チャロワイトに、これはハイパーシーンですね。オプシディアンの一つですけど、とか、スモーキークォーツとか、それからラブラドライトとか、いろいろ混ぜて作った石なんですけど、これもなんか私は好きな石で、たくさんいろんなクリスタルの、ジュエリーを自分で作ったりね、まあ、してるんですけど、まあ、夢はね、クライアントさんには申し上げてるんですけど、私はアリゾナがね、カリフォルニアからもう一つ向こう行ったところで、この去年のクリスマスもですね、ちょっとそのアリゾナのフェニックスから、トゥーソンを通ってずっとね、バスでメキシコの前、私が住んでいたところまで旅行行ってきたんですけど、トゥーソンにね、ですね、ミネラルショーがあるんですね。1月の終わりから2月にかけて。で、前からずっと行ってみたいと思ってて、来年はね、そこでね、直接自分が好きなクリスタルを買い付けて、自分のそういうね、今いろいろクリスタルの話もしてますけど、本当に好きなので、あ、これはというようなクリスタルを皆さんにこう、ご提供できるようなね、ショップもできたらいいなと思ってるし、あと皆さんのこうリーディングをした後で、あ、こういうクリスタルがいいかなっていうような、ご提案みたいな形で、お手伝いすることも一つの夢としてね、やってみたいなってずっと前から思っていることなので、今からちょっと予告しておきますけど、そういったこともしたいなと思っています。はい。で、何からお話ししましょうかね。ピュリフィケーションなので、いろんなね、儀式があるんですけど、
2日ぐらい前に、私のメキシコ人の友人がフェイスブックでアップしてたビデオを、シェアしたんですね。星条ミツレズグサのサイトから。で、ちょうどね、このマグマが、溶岩がですね、こう流れてきて、海にこう流れ落ちてですね、海の波がこう来た時にですね、溶岩が、もうオレンジ色の溶岩がですね、さっと黒くなって固まって、水蒸気が出て、風でこう流れていく、そのすごいね、動画があったんですね。それ見てもびっくりしちゃって、でも、地球ってすごいな、生きてるな、っていう感じで。で、あれ本当にね、地球のピュリフィケーションのエネルギーそのままですね。で、その浄化するには、いろんな浄化の仕方がありますよね。よくやるのは、水で清めていくっていうのありますね。クリスタルもよく水で、こう、水をぐーっと流してね、水の中で流していくのは非常にいいです。もうやってる途中から自分で分かります、エネルギーが本当に綺麗になっていくのが。でも、中にはクリスタルによっては、なんていうんですか、水で浄化をすると、あんまり良くないのもあるので、今度は煙を使うとかってありますよね。で、それお線香なんかもそうですね。香りを使ったりとかね。それから、おごまの火の浄化ってものすごい浄化の作用ですよね。で、私たちが、自分に火をつけて わけにいかないので、不死鳥のようにね。ですから、スマッジって言ってね、ホワイトセージなんかを焚いてですね、こう、煙を出すとか、あとお線香の煙を出す。今最近お線香スモークレスなんて出てますけど、私はやっぱりこう昔ながらのね、この煙がすごくこう、その煙で清めてくれるので、香りとね。ですから、お線香とかスマージュするときはぜひ窓を開けてですね、こう綺麗な空気をこう入れ替えるようにしていただくといいと思います。で、そういう方法もありますけど、もう一つすごく強力なピュリフィケーションの、なんていうのかな、方法としてね、地球とつながることなんですね。このグラウンディングのエネルギーっていうのは、実は地球の持ってるそのピュリフィケーションのエネルギーにもつながることなんです。地球に根を発してガイアとつながるとね、ガイアっていうのは、その動画を見た時には本当にすごいピュリフィケーションを持ってるんだな。こうずっとガイアの奥の奥のインナーアースサンっていうんですけど、地球の内側にある太陽っていうのが、マグマがこうなってる場所ですけど、そこがこう、命の根源みたいなところですよね。地球はその熱で私たちを、なんていうんですか、育んでくれてるでしょ、太陽の熱を使いながらね。だから、地球とつながると、つながったエネルギーは地球のマグマで本当に全部燃え尽くしてくれて、それがまたこう私たちに戻ってくるんですよね。だから地球とつながるだけでものすごくきれい、すごい浄化になります。で、それを目で見せてくれたのがその動画で、出てきた途端に水でね、水の浄化があって、水蒸気でわーっとなって、風でわーっと飛ばしていくという。あれはすごい動画でしたね。ぜひご覧になってみてください。ということでね、このカード長くなっちゃいましたけど、引かれた方は今とても大切な浄化が必要だと思います。ですから、メディテーションする前に浄化をなさるといいと思います。そして、何かクリスタルをお持ちになってね、メディテーションするのすごくいいと思うんですが、そのクリスタルもしっかり浄化して、で、もう一つの浄化は水の浄化ですよね。だから、クリスタルを水で浄化することも大事ですし、あとね、水行をしますね、私ね。私は密教徒なので、密教の水行の仕方ってのがあるんですよね。だから、マントラを唱えながら、感謝をしながら、水行の手順というのを私はご伝授いただいて、やるんですけど、そういった水行をするのも一つかもしれません。足からね、肩かけてですね、頭から全部かけると大変なので、こう、感謝しながらね、ありがとうございます、ありがとうございますでもいいし、何か皆さん、字をご存知なら、字を唱えるんでもいいですし、ノーマクサンマンダーバーサルダーサンデンバーカルシャーダっていうのは、これはお不動様の字ですけど、いろんな字はあるんですね。あと、マントラは、たくさん、YouTube でもありますよね。オンマニペレフンっていうのはね、観音様の字もありますし。あとは、やっぱりお風呂に入ってしっかり汗を流すとかね。サウナとかに入るのも一つ、こう、水をしっかり飲んでですね、汗を流して、
きり浄化をするってことも大切ですし、あとね、お掃除をするのすごく大切です。私ちょっとこの2日間ぐらい、まあ、いろんな方のリーディングとかしながら、ちょっとやっぱり私も随分受けてしまって、まあ、そういう体質なのでね、それからやっぱり、でも受けるというのも、本当にその方のガイドをお呼びして、瞑想して、しっかりこう、祈らせていただいて、ホロスコープを読んだり、オラクルカードを引いたりしているので、やっぱり出来上がった動画は、1時間、2時間っていうようなね、1時間半ぐらいの動画であってもね、それをするために私、ものすごい時間使ってるんですね、実は。で、エネルギーも使ってますし、でも本当に降りてきたときはすごいメッセージが降りてきますので、クライアントさんにそれをご提供した後でご感想を聞くと、やっぱり本当に自分がこう感じてはいたけど言葉にならなかったようなことをしっかりね理解させていただけたとかね、そういうご感想もいただきます。で、まあ、ちょっとまた話がずれましたけど、そういったことしてちょっと本当にちょっとすごく大変だったのと、ちょっと季節の変わり目で、こっち寒かったり暑かったりしたもんですから、特に夜砂漠地帯なんで急に冷えるんですよね。で、風が強かったりして、で、ちょっと喉が痛かったりで、体調があんまり良くなかったので、昨日、おとといとちょっとなるべく休むようにはしてたんですが、今日はやっぱりこのオラクルカード引くにあたって、やっぱりちょっとお掃除しようと思って、全部徹底的に掃除をしたんですね、午前中。そしたらやっぱりすごくピンとしてですね、いいです。ですから、なんか物理的にこのカード引かれた方は、まずね、ご自分のお清めもそうですし、お家を少しきれいにする。それで、本当に徹底的にほこりとかね、取ってみると、とってもすっきりします。で、そういった中で、きっと、すっきりした中で、本当に自分のこう波動とかも、こう、だんだん清められてね、今週1週間、そんなようなこと、浄化を徹底的にする中で、こういう、フォーカスしたこととか、リリースするようなことが自然にできていくんじゃないかなと思います。はい。長くなってしまいました。本当にご清聴どうもありがとうございました。じゃあ素敵な1週間をお過ごしください。失礼します。